この端末が第三制御端末ですね。ここと、ヨナが勝手に利用している第八制御端末の2カ所からハッキングを仕掛ける段取りです。なるほど。それじゃ、ヨナに連絡するか。はい、お願いします。エリーさんたちからも連絡があるかもしれませんから、私のエニグマを使ってください。ああ、わかった。ヨナ、こちらロイドだ。あんたか、もう着いたのかよ。ああ、ちょうど今ティオが端末を起動している。オッケーオッケー、そんじゃこっちも始めるぜ。そうだ、あんたエニグマの通信モードのスピーカーをオンにしなよ。スピーカーをオン。エニグマの裏側にある赤いスイッチを押してください。そうすると通話相手の声が他の人にも聞こえますから。こうか。聞こえるようになっただろ。なるほど。消費 EP が多めなのであまり推奨はされていませんが。なんよな、こちらの準備は完了です。あとの段取りは。ああ、こっちはとっくにおとりになるべく動き回ってる。キティが現れたら連絡するから対応してくれ。了解しました。それまで待機します。よろしく頼んだぜ。これで準備は終わりなのか。ええ、あとはひたすら待機です。ハッキングを始めた後も私一人で十分ですし。私が一人で行くと言った理由が分かりましたか。なるほど。でも実際ここに来るまでに結構大変だったわけだし、結果オーライでよかったじゃないか。困ったな、話題がないぞ。そういえばミッシーだっけか。ずいぶん気に入ったんだな、そんなストラップまでつけて。ええ、そうかもしれませんね。私はあまり物には執着しない性質ですけど、不思議とこれだけはずっと持ち続けていますね。これここに来てから買ったものじゃないのか。確かクロスベルのご当地キャラクターだろ。これはもらったものです。5年くらい前に。ガイさん。ガイ・バニングス、ロイドさんのお兄さんですよね。いやもちろんそうだけど、ティオって兄貴と面識あったのか。はい。知らなかった。なんだよ、だったらもっと早く言ってくれればいいのに。でもティオは確かレマン自治州から来たんだろ。どうして兄貴と。しばらく旅に出るって、そんないきなり。一体どこに行くつもりなのさ。レミゲリア公国だ。なあに、しばらくといっても2ヶ月くらいで済むだろう。実はな、とびっきり可愛い女の子をエスコートしながらの旅なんだ。ティオ、前にこの病院に。ええ、6年ほど前のことです。黙っているつもりではなかったんですけど。あれはティオのことだったのか。多分そうです。私が9歳の時、
レミフェリアにある実家までガイさんに送ってもらった時ですね。レミフェリア、ティオの出身はそこなのか。はい。と言ってもあまり思い入れがある故郷ではありませんが、もうほとんど捨ててしまった場所ですし。え、そのティオのご両親は？元気だと思いますよ。3年前に家を出てからほとんど連絡を取ってませんけど。ある事情で私は5歳くらいの時から行方不明の身の上でした。ガイさんに保護され、衰弱していた私はウルスラ病院に半年ほど入院していました。そしてなんとか回復した後、実家まで送ってもらったんです。そうだったのか。でもどうしてまた家を出たんだ？ロイドさん、私が普通の人間と少し違うのは分かりますよね。違うなんて。事実ですから。外界の事象に関して私は普通の人間の数倍の感応力を持っています。普通の人には聞き取れないかすかな音、普通の人には見えない動力波の流れ、普通の人には感じられない属性の気配、そして人の感情や心の揺らぎまで。あ、日曜学校に通っていても私は一人ぼっちでした。周りの子たちとは違ったものを見て、違ったものを感じて、そして見えない悪意や好奇心もはっきりと感じ取れてしまう。両親は私を愛してくれましたが、やはり限界があったんでしょう。次第にうちの空気が張り詰めて、私は気づいてしまいました。ああ、帰ってこなければよかったって。そして気づいたら私は列車に乗っていました。共和国を経由してクロスベルに向かう列車に。そうか、ティオは兄貴に会いに来たんだな。そうかもしれません。そのマスコットをプレゼントしてくれた時にガイさんが言ったんです。安心しろ、きっとお前は幸せになれる。もしそうならなかったらいつでも俺を呼んでくれ。お前を不幸にする原因を一緒にぶっ飛ばしてやるからよ。いかにも兄貴が言いそうな言葉だけど、でもちょうどその頃に途方に暮れていた私はエプスタイン財団の人と知り合って、その感応力を見込まれて当時発足したばかりのオーバルスタッフの開発チームにスカウトされました。そしてレマン自治州に渡り、財団の研究所で3年間過ごして、そして3ヶ月前再びクロスベルに戻ってきました。ティオ、ああごめんな、突然いなくなっちまうようなバカ兄貴で。女の子との約束を守らないなんて本当兄貴らしくもない。ロイドさん。あ、ヨナみたいですね。キティが現れた。今ちょうどこっちが
用意した餌を発見したところだ。追い込んでいくからサポートを始めてくれ。わかりました。俺は高みの見物か。ティオ、無茶だけはするなよ。はい、心配ご無用です。アクセス、エーオンシステム起動。ネットワーク上のリソースの第二境界領域に潜伏開始。キティが来るのを待ちます。はいはい、マーム。って、おいおい、マジですか。キティのやつ、もうプロテクトを解除しやがった。うわあ、せっかく用意した美味しい餌が一瞬で。信じられねえ。どうやって仕掛けてるんだよ。落ち着いてよな。おそらく圧倒的な処理能力で力任せに進んでいるだけでしょう。焦らず2歩先を読んでこちらへと誘導してください。くそ、無茶言いやがる。第4ターミナル、第17ターミナル、視聴者のメインターミナルを通過。第25ターミナルに追い込んだ。そっちの領域に行ったぞ。確認しました。早い、早すぎる。エーオンシステム解放、複数同時並列処理に入ります。行きます。こちらも確認。お、いい流れじゃん。このまま行けばそっちだけでキティを捕まえられるんじゃね。いいえ、あなたやキティと違って私は純粋なハッカーではありません。エーオンがダウンしたらさすがに追いつけないでしょう。くそ、だったらどうすんだよ。ダウン覚悟で限界まで処理を高めてキティの退路を塞ぎます。おそらくキティはもう一度そちらの領域にシフトするはずです。タイミングを見計らってコンマ1秒以内で捕まえてください。ああ、もう分かった。やればいいんだろ。それではエーオンシステムリミットブレイク。今です。そこだー。よっしゃー、捕まえたぜー。やったのか。いえ、そうみたいですね。お、大丈夫か。はい。ちょっと処理を上げすぎたせいで目を回してしまいました。まったく、無茶するなって言ったのに。あのさ、ティオ、兄貴がした約束、俺に引き継がせてくれないか。え、もし幸せになれなかったらいつでも呼んでくれ。お前を不幸にする原因を一緒にぶっ飛ばしてやる。悔しいけど兄貴はすごかった。パワーにしても行動力にしてもまだまだ足元にも及んじゃいない。でも俺頑張るから。その約束を守れるくらいはでかい男になってみせるからさ。だから、不思議ですね。え、ロイドさんとガイさんってあまり似ていないのに、それでもどこか似たようなものを感じます。魂のありようというか、見ている方向が同じというか、
俺と兄貴が。はい。でもやっぱり違います。ロイドさんはロイドさんであってガエさんと同じじゃありません。それはロイドさんが一番わかっているんじゃないですか。それはですから、どうせ約束してくれるのなら別の内容がいいです。え、別に今すぐじゃなくていいです。ロイドさんの言葉で私にしてくれる約束、思いついたらで結構ですから。ディア、それに私も子供じゃありません。一方的に守られるのも何かをしてもらうのも嫌です。私だって同じ支援課のメンバーでしょ。そうだな確かにその通りだあ、ん？どうしたんですか？いや、そのちゃんと笑ってる顔初めて見たかもって思ってさ。別に笑っていません。これはその気が抜けてしまっただけで。照れるなって。でももったいないな。ティオ、元がすごく可愛いんだから、普通に笑えばモテモテだろうに。すごく可愛いって。おっと、ヨナ、いつから聞いていたんですか？いや、笑ってる顔は初めてとかのあたりだけど。なんか珍しいもん聞かせてもらっちまったな。まさかあんたがそんな風に慌てるなんてね。それ以上無駄口を叩いたらポムットで40連鎖します。それは使用的に無理だからって、あんたなら本当にやりかねないけど。それでヨナ、キティの正体はちゃんとつかめたのか？僕を誰だと思ってるんだっつーの。無事アドレスはつかんだから、そっちにも情報を送るぜ。お、ヨナ添付ファイルがついてるみたいですけど。添付ファイルって、なんだこりゃ。アドレスを割り出したログにどうしてこんなものが。開いてみましょうか。え、これはなんじゃこりゃ。ちょっと待て、これってひょっとして居場所を突き止められた仕返しにハッキングを受けたみたいですね。いえ、最初から手のひらの上だったのかも。そうなるとダミー情報をつかまされた可能性もありますね。キュー、おい、大丈夫か？あの状況でアドレスを偽装する余裕はさすがになかったはずだ。アドレスを解析すればなんとかアクセスポイントも。いや、でもアクセス。おーい、まあ放っておいて一旦ヨナのところに戻りましょう。報酬のメモリークォーツも受け取る必要がありますし。な、そんな話もあったか。なんかいろいろありすぎてすっかり忘れていたな。この近くに出口付近に出る非常エレベーターがあるはずです。
それを起動させて帰りましょう。ああ、そうするか。